こんにちは、船長です。酒好きの人が一泊二日で石垣島に行ったらこういう感じになりますよという、動画を、編集してみました。それでは行ってらっしゃい。2時35分成田出ました。6時10分石垣空港着きました。石垣空港から30分ぐらいバスに乗って宿に向かいます。7時半宿着。本日の宿エミックスさん、必要十分安いお宿です。後で概要欄に詳細を貼っておきます。ご覧ください。さあ、シャワー浴びて飲みに出ます。宿のすぐ横のハイサイというお店にやってきました。ちょっとね、石垣島に来てる人は割とスタートが早いので、もう8時半過ぎるとね、ちょっと空いてます。空いてる感じが多いですね。まあ、これぐらいだと、ただね、お刺身食べたかったんですけど、もうこの日はね、コウイカしかなかったんですね。で、ちょっとね、お値段忘れちゃったんですけど、コウイカのお刺身とか、こういうフーチャンプルなんかをいただきながら、オリオンでね、軽く飲みました。で、次行ってみようということで、メンガ亭さん。こちらはね、おでんと八重山そばしかない感じの雰囲気のね、小さいお店なんですけど、ちょっとこう路地入ってね、いいんですけど、満席だったんですね。もうしょうがないんで、すぐ近くの石垣島ビレッジの中にあるハッピーズさん。こちらね、以前行ったことがありまして、こちらに来ました。ここがね、80年代洋楽がかかっておりまして、なんかね、いいんですよ、雰囲気が。これね、内側にね、この字カウンターがあるんで、小さい。そこが空いてれば、一人の方とかはね、特におすすめします。なかなかね、ここの、マスターがね、とても優しいっていうか親切な感じなのでいいですよ。料理も美味しいです。ごちそうさま。さあ、宿に戻ろうかどうしようかってとこで、自販機がありました。ヤギ汁、ちょっとワイルドな味わいっていうのはちょっと怖いな。こっちはマイルドな味わいって書いてあるね。ヤギ刺し買おうかなと思ったんだけど、ちょっと迷ってやめました。さあ、酔っ払うとコンビニで買ってしまう仲良しパンを従えて部屋飲み。朝です。寝坊しました。石垣離島ターミナルにいて竹富島へ行きます。20分ぐらいで着くんで、すぐですね。この、無料のスケッチ案内おすすめです。さあ、10時半過ぎに、集落まで歩いてきました。竹富島、この日暑かったですね。ちょっと西桟橋とか海の方ね、見に行って、ガーデン朝日さんにたどり着きました。そろそろオリオンを補給しないとやっていけません。ちょうど12時。さあ、どれぐらい人待ってるかな？どうでしょうね。お、タイミングよく、割とすぐ入れそうな感じです。中はこうカウンターがありますね。一人向きにも OK、あとはテーブルもある感じですね。いやー生ビールいただきましょう。あー、生き返るよ。どうでしょう、もうはー、たまんない。これね、八重山そばと、相方のはこれラフテー丼ですね。これをちょっと食べて、次にね、備えようとか、ちょっとお昼寝。さあ、竹富港、3時20分発のフェリーに乗りました。石垣島へ戻ります。今日の飛行機は、18時50分発なので、まだ少しね、時間があります。
さあもう一軒ぐらいね行けると思うんですよね。さあもうそろそろ着きますかね。はい、3時50分昨日行ったね石垣ビレッジ、こちらの中に、昼飲みできるねセンベロフードさんがあるのでこちらに来ました。センベロセット1000円で3杯プラス小鉢がつくんですね。いやもうね汗で出るからすぐもうビールスイスイ入っちゃいますね。この王冠で、ドリンクとチェンジします。いやキンキンに冷えております。またオリオン補給していきましょう。かーうまい。いやーうまいよ。さあ、これがセンベロセットの小鉢ですね。センベロセットのつまみずらちゃんと玉の鶴の水割り、はい、さあ続いて、玉の鶴の水割り、宮の鶴の水割りか、これを相方といただきまして、まあ結構昼だから効くよね。美味しい。いや暑い時のシャキシャキ甘い。さあピッチ上げてねどんどん行きましょう。これは JJ サワーは、ジャスミン茶とサンピン茶です。シークワサーサワー。いやこのゴーヤのねスライスがなかなかいいですね。いやー、暑い暑い。かー。さあ、そろそろちょうどね、5時半のバスに乗れば、6時に空港に着くので帰りの便は間に合う感じです。いやーまあ、1泊2日で行く人っていうのはなかなかいないと思うんですけど、1泊2日で酒好きが行くとこういう感じになるっていう動画になりました。ごちそうさまでした。石垣島、さあ空港でもう一杯飲みましょう。行くならやっぱりね最低2泊3日は欲しいかなという感じがします。いつもご乗船誠にありがとうございます。酒と旅好き中高年の皆様またぜひご乗船ください。またすぐお会いしましょう。